こんにちは、小太郎です。声が、その場ですぐに、変わるのが実感できる、まあ、小技を紹介していくコーナーですね。で、今日はですね、耳です。耳。耳を引っ張ると声がめっちゃ出る。もう出落ちしてますけど。耳をね、軽くね、横にニョーンと引っ張った状態で、あーって出すのか、あーって出すか、耳引っ張ったまんまーって出してみると、すごい出しやすいんですよ。これね、面白いですよ。ほんと、あんまこう、ふんっつってやるんじゃなくて、耳の穴が、ちょっとこう、広がるみたいな感じ。だから根元の辺を持って、で、よいしょって感じで、ちょっとこう、横に引っ張るって感じだけ。うん。これだけで全然違う。うん。で、単純に、耳ってツボだらけなんで、耳のツボをこう刺激すると、やっぱね、全身緩むんですよね。耳だけで、こう、緩めて商売してる方もいらっしゃるぐらいですからね。なんで、耳をこう、緩めていく。もう、ぐにゃぐにゃになるまで耳をこう、ぐーってこう、何回もやってみたりとかするでも、全然変わります。うん。とりあえず、軽く引っ張ると、このね、顔の突っ張りとかがね、減るんですよね。うん。で、顔の突っ張りが減ると、喉の突っ張りも楽になるので、もうそれで効くよねって感じです。もう、これだけなんだけど、もう、効くんだ、これ。うん。というわけで、先っちょじゃなくて、根元の方で耳の穴がちょっと広がるみたいな感じにして、声出してみてください。ぜひ、やってみてください。めちゃくちゃ効くみたいな感じ。というわけで、今回は以上です。